皆さんこんにちは。2月2日火曜日でございますね。平山茂と申します。どうも。私ですね、やっと無職から脱出することになりました。あさってのですね、2月4日から、まあ、短期1ヶ月ではあるんですが、お仕事が決まりました。今までと変わらず、この車、軽のね、このバンを使って配送する仕事ではあるんですけれども、完全に現場仕事となりました。そのためですね、ちょっと今日急遽、ワークマンに行って、こちらのヘルメットですね、ヘルメットと、あとですね、現場、足元が悪い可能性があるのでということで、ちょっと長靴も買いました。あとはですね、まあ届ける商品が、ものによってですね、屋内に置くことがあるので、上履きを用意してくださいということで、こちらもワークマンでゲットさせていただきました。2月の4日以降はですね、お仕事の内容も、一緒にねアップできるといいんじゃないかなと思っております。ちょっとね、安心しましたね、本当にね。いや本当に大丈夫だね。いや本当に安心しました。危なかったですからね。2月入っても仕事が決まらないっていう状態はちょっと非常に危険だったので、本当に見つかってよかったです。まあ短期ではありますが、とりあえず働きますということで、また明日はですね、ちょっと髪の色が明るすぎるということだったので、黒くしてきます。散髪もします。はい。明日はそういうところをね、ちょっとお伝えできればいいかなと思っております。ということで、また明日以降も一緒によろしくお願いします。平山茂でした。おやすみなさい。大丈夫だからね。大丈夫だから。大丈夫だよ。明日も頑張ろう。じゃあね。